僕今日ナンパしようと思ってるんですけど、学生終わった人とか社会人の人って結構出会いがないとかって言ってるじゃないですか。あれはやっぱり自分で行動してないから女の子も寄ってこないし、いろんな発展とかないからじゃないかなと思ってるんですけど、出会いなんてどこにでも転がってるんだぞっていうとこを今日は僕は見せたいなと思ってナンパします。ちょっと今日あいにくの雨ということで、こんな傘さしてるんですけど、それは特に問題ないんだろうということで、今回はコンビニ店員にナンパしてナンパします。やり方としては普通に声かけてもやっぱ業務中なんで忙しいと思うんで、今日ちょっと外出る前にレシートの後ろに自分の連絡先いっぱい書いたんで、よし、それを渡していきたいなって思います。好みの女の子になるべくいいなと思った人がいれば渡そうと思うんで、応援のほどよろしくお願いします。まずローソンになりますね。さっきちょっとチラッと見たらちょっと可愛い感じの女の子がいたんで、ちょっと声かけてみます。勇気が出ない勇気が出ない、やばい、勇気出ないですね。やっぱいろんな人が見てるんで、ちょっと難しいな、怖いな。人の目気になるけど気にならない、気にならないよ。めっちゃドキドキしたから違うところでリフレッシュしてきます。行ってきます。この日10軒以上のコンビニに入ってナンパしようとしたのですが、勇気が出ないのと人の目が気になり、一人にも連絡先を交換することができず、それどころか声すらかけられないという結果になりました。僕はヘタレです。はい、別日になっております。この前はだいぶレジで喋りながらやってる人っていうか、そのペアで一瞬ずっとやってる人みたいなのが多かったんで、頑張ります、行ってきます。この日もまたしばらく勇気が出ず何もできなかったんですけど、最後の方エンジンがかかってきたところを動画に収めたので、どうぞご覧ください。じゃあ次はここに行きます。セブンイレブンですね。行ってきます。背高めで可愛い感じの女の子がいます。これはチャンスですね。行きましょう。これって一つ買ったらもう一個もらえたりするんですか？1つ買って、はい、レシートでこれが無料でもらえる、はい、1個みたいに出てくるんですよ。はい、お支払い方法をお選びください。お姉さん大学生ですか？大学生。この辺に住んでたらなんかご飯とか言いませんか？ダメですか？そう、連絡先もらってもらってもいいですか？彼氏です。彼氏、なるほど、了解です。ありがとうございます。彼氏いた。ダメだ。あ、頑張ろう。頑張ります。もらってもらうまで頑張るわ。行きます。だ、並んでたら言えねえ。ちょっとやっぱもうちょっと頑張んないとな。はい、またまた別日になります。今日はちょっとなんかいろいろあってメンタルが最強になったんで、今日は何があっても何でもできる気がします。連絡先なんていくらでも交換できる気がします。返信動画返ってくるかは分かんないですけど、そういうことです。とりあえずこのセブンイレブン入ってきます。街中で攻めてたんですけど、街中ちょっとダメですね、やっぱり。
街中じゃないどこ行きます。ちょっと頑張ってきます。次このローソン行きます。頑張ってこい。大変ですね。テレポロまでよろしいですか？あ、大丈夫です。結構虫入ってくるんですか？そうですね、結構。はい、結構忙しいんですか、この時間は？そうですね、意外とお客さんがホテルが近いので。あー、なるほどですね。すいません、よかったらこれちょっともらってもらってもいいですか？可愛いなと思って。ちょっと、C でC でお願いします。後で、早くね。やった。ありがとうございます。はい。はい、初めて渡すことができました。ありがとうございます。この調子で頑張っていきます。レッツゴー。次、こちらのローソン行きます。頑張れ俺。すいません。これって新しい新作ですか？新作です。おー、ちょっと感動しました。あんまりローソン行かなかったんで。いや、そうなんですよ。日曜日くらいから新作変わるの。あ、そうなんですね、はい、すごいですね、ローソンって。いや、僕なんか1回だけ友達に勧められてローソンやったことあるんですけど、ゴールデンウィーク帰りますって、地元に帰りますって言ったら、じゃあ首でって言われて辞めさせられて。やばいですね。いや、やばいですよね。ちょっとびっくりしました。お姉さん可愛いなと思って、さ、連絡先取ってもらったって書いたんですけど、ちょっともらってもらってもいいですか？しで連絡先って、捨てちゃっていいの？いや、こんなこともあるんだって。こんなことあるんだ、初めてだって。はい、よかったらちょっとなんかカフェとかちょっと時間というだけにちょっといいですか？厳しいですか、店長？厳しくないです。あ、厳しくないんです。店長いないんですか？店長いないって最高ですね。店長ないけど、偉い、偉い感じの人が2人いるから、その人がやってくれてる。はい、あー、なるほど。偉い人に見られたらちょっとまずかったですか？まだ大丈夫です。チーで。ありがとうございます。じゃあ、嬉しいから、新作2個ぐらい買おうかな。あ、買ってて。マジですか？ちょ、売り上げ貢献。しますね。はい、連絡待ってます。どれぐらい後働くんですか？高校生なんですか？9時45まで。9時45まででも働けるんですね。10時には家帰んなきゃいけないから。あー、なるほど。はい、そのあれが9時45までこれ全賃ですもんね。全賃ですね。いや、ごめんなさい、1ヶ月なんで。1ヶ月は全賃クソでしたね。全賃。ありがとうございます。高校生だったっすね。いやー、高校生か。高校生ってもうちゃんとメイクしてんだね。マジかいやー、でもうまくいきますね。今メンタル最強だからね、いろいろあって。こんなのちょろいっすね。昔の自分がカスっすね。続けてどんどん参ります。レッツゴー。はい、家帰ってきました。あの後もう10軒ぐらい回ったんだけど、もう男の人しかいなかったんで、なんでここまでといたします。まあ、1日目2日目とね、今日以外そのやろうとした日、僕がチキンすぎて全く渡せなかったんですけど、今日すごい頑張ったんで、やればできる、これが検証結果となっております。まあ、連絡先帰ってくるかは分かんないですけど、まあ、やろうと思えば何でもできるよっていう感じですね。高校生の人は、あれは、ご飯は行っていいのかな？ね、分かんないですね。手出さなければね、いいかな。ちょ、乗り込んどか言うのやめてね。ちょ、頑張った成果だからさ。はい、ちなみに、戦利品。はい。ローソンに貢献しました。はい。
あとチキンすぎて連絡先交換できなかった時も大量のメントスを買ってメントス5本ぐらい買いましたね。で何もできなかったっていうオチでした。もうナンパなんて余裕ですね。はい、はい、メンタルは鍛えられるっていうことが分かりました。なので出会いがないって嘆いてる人はぜひストリートナンパいっぱいして慣れてそっから成功につなげてください。頑張ってください。お互い頑張りましょう。おー